なたたち、私からリューポルドまでも奪っていくのね。分かってるわ。私だって覚悟はできている。さあ、殺しなさい。かつて私の父や鉱山の人たちを殺したように。いい加減にしろよ。殺すつもりならとっくにそうしてるぜ。安心していいよ。リューポルドへの攻撃も動力系に一時的な障害を与えた程度だから、すぐに元通りになると思うよ。同情なんていらないわよ。同情なんかしてないわよ。おい、シオン。あの船には大切な仲間がいるの。まだ邪魔をするというのなら、こちらも本気で行くわ。あなたがこの場所を大切に思っているのと同じくらい、私たちはあの船が大切なの。あなたにならこの気持ちが理解できるでしょ。マイ、マイ。おじい様。うん、怪我をしているではないか、このおせんば娘め。ごめんなさい、おじい様の話を持ち出すものですから。このユーティック機関の連中がおじい様にまで手を出したかと。この方たちはユーティック機関とは何の関係もない。まったくお前の無鉄砲にいつも悩ませられて。もう少し女の子らしくはできんのか。鉱山のみんなはユーティック機関に怯えて逃げ出しちゃったのよ。私以外に誰がここを守るっていうの。それにお父様が。ここはあなたとお父さんをつなぐ場所なのね。心配しないで、あなたの思い出を踏みにじるようなことはしないわ。この先にあなたたちの船が停泊しているはずよ、マイさん。ふん、用が済んだらさっさと出て行ってちょうだい。これ以上の面倒はごめんだからね。ありがとう。ふん。まったく、気の強いところは誰かさんそっくりだな。なあ、シオン。なんで私を見るのよ。